はいどうも、トリマーのウエポンです。今日もね、ブログの動画ですね、やっていこうかなと思うんですけれども、まあ今回はね、トリマーになるには、トリマーになるためにはですね、どうしたらいいのかっていうことをよくでもないですけど、友達とかお客様とかにですね聞かれることがあるので、ちょっとお答えしたいなと思うんですけれども、まずトリマーっていうのはですね、国家資格っていうものがないので、ぶっちゃけてしまえば誰にでもなれますそうなんですよ。美容師、人間の美容師さんとかと違って国家資格っていうのがないんですね。一応資格として、JKC ジャパンケネルクラブとかいろいろとあるんですけれども、基本的には、資格がなくても技術とか知識とか経験があれば誰でもなれるっていうことですね。ただしっかりとね、ワンちゃんのために、ワンちゃんのケアとしてですね、ただ爪が切れてお耳掃除ができて、毛のカット、ワンちゃんの体のカットができてっていうだけではなくて、そこプラスワンちゃんの体の全体的な体を全体的に見てケアができる、しっかりしたトリマーになろうと思ったら、やっぱりトリマーの専門学校に行くですとか、しっかりした指導者の下で指導を受けた方がっていうか、受けないとなれないですね。なんでその子に合ったトリミングができたりですとか、あとはカットの提案ができたり、爪切りとかお耳掃除に関してもそうなんですけど、今日はお耳がちょっと悪そうなの、状態が良くなさそうなので、お耳掃除しない方がいいですよとか、しないでそのまま病院に行ってくださいとかっていうことが、やっぱりしっかり勉強してないと、知識がないと、あと経験がないと言えないわけですね。なんで経験が全てではないですけれども、やっぱり専門学校に行くと2年ワンちゃんと接する経験が持てますし、しっかりして指導者先生もいますしね、やっぱり学校に行くのが一番かなと思うんですけれども、まあ最近ちょっと見てると、トリマーの通信講座なんかあるみたいですね。ちょっと僕はまあ僕自身もうトリマーなんで、そういうのは受けたことないんですけど、自分の目で見て自分の手でワンちゃんを触ってやる技術、しかもハサミを使って切る技術ですから、実際に指導者が近くにいない状態での通信講座っていうのは、まあ慣れなくはないかもしれないですけど、ちょっとしっかりしたトリマーになれるかっていうと、僕はそうじゃないじゃないかなって思ってしまいますね。まあ僕個人の意見なんですけど、受けたことないんですけど、ちょっと時間がかかるし応用が効かないんじゃないかなと思っちゃいますよね。まあそれはまあいいとして、でもやっぱりトリマーになるためには専門学校に入学するとか、あと身近にですね、しっかり技術とか知識を持たれているトリマーさんがいるならですね、そのトリマーさんの下で勉強させてくださいってお願いするのもいいかと思いますけれども、命、ワンちゃんとか猫ちゃんの命を扱う仕事ですから、やっぱりそこに対して責任を持たないといけないので、一人前というかしっかりしたトリマーになるには、そういうきちんとした指導者の下で教えてもらうのが一番だと思いますね。まあそういうところで学ぶのが一番かなと僕は思っています。今日もご視聴ありがとうございました。